どうも、うどん屋です。今回は世界ランク上位のライドラー使いブラックゼロさんの攻めを参考にして、実際にレジェンドマルチでね、使ってみての感想みたいな感じの、動画になります。このブラックゼロさん、僕は YouTube で全開リプレイを上げているのを見て知ったんですけど、本当にめちゃくちゃうまくてね、まあ、ぜひ概要欄にリンク貼っておくので、そっちも見てみてください。僕が前までやっていたスパガゴ2体混ぜた編成よりもかなりやりやすいなと感じたので、まあ、どういうところがやりやすいのかっていうのと、あと、まあ、ちょっとデメリットもあるんですけど、その辺も解説していければなと思います。それでは、具体的にどういったところが前の僕のライドラ編成と違うのかっていうところを、説明していこうかなと思います。で、大きく分けて4つのポイントが、前の僕の編成と変わってて、で、1個は、そのペットですね。タウンホール14でペットが出たと思うんですけど、そのペットのユニコーンをつけるヒーローをロイちゃんにつけてたんですけど、僕は。このブラックゼロさんの編成ではクイーンにつけてるんですよ。で、もう一個。あと、ライドラの数が、僕7だったんですけど、それが8になってます。まあ、スパガ5分って感じですね。で、あと、援軍の中身をライドラバルーンからベビドラバルーンにするっていうことと、あと、兵器がほとんどボマーで攻めていらっしゃるんですよね。で、まあ、僕なりに考えた理由とか、まあ、そのいいなと思ったポイントとかを、まあ、今から全開リプレイを見せながら話していこうかなと思います。はい、1本目の配置はこちらの配置になります。これもなんか、まあ、最近見なくなりましたけど、まあまあ、結構前からある配置なんですけど、まあ、この配置はね、ボマーで攻めて、まあ、裏から、突撃艦で裏から行くっていうのと、正面っていうかタウンホール側からボマーで行くっていう感じなんですけど、今回はタウンホール側からボマーで行ってます。で、ヒーローを9時から6時に流して、ライドラで12時から、まあ、出していくって感じなんですけど、まあ、一個気づいたとこがあって、ブラックゼロさんの YouTube での攻めって結構、ライドラとバルーンを、まあ、面で出すんですけど、その面が結構狭いっていうか、もう本当にオーデンのトームの中に全部のユニット入るぐらいの感じの、面の小ささなんですよね。あんまり広く出してないんですよね。それが、僕の前の攻めと違ったとこだなって思ったんですけど、でここでまあ、アジャクイが下の方に行って、ここ、ちょっと火力があるんですけど、ここでボーマーが割れてね、バルーンが出てきて、でここで、アジャクイがちょっと死にそうになってるんですよ。で、ユニコーンつけてなかったら、ここで、周りの防衛施設にアジャクイが撃たれて、クローク使わされてっていうことが、まあ、あったんですけど、ユニコーンつけてることによって、ここ防衛施設を、バルーンとかね、まあ、ロイちゃんとかで破壊した後に、金庫とか金山とか、資源の、関係ない施設を壊してるときに、アチャクイが回復してくれて、それで最終区画まで、クローク温存した状態で、アチャクイを残すことができるっていうのが、ね、このペットの割り振りの強いとこだなと思いました。こういう場面結構あって、アチャクイが横打ちされてる施設にロイちゃん投げて、で、ロイちゃんのそのラッシーも、シングル IT とかユニコーンつけてたら、ユニコーンって後ろから回復してくるじゃないですか。なんで、そのラッシーがちょっと先行してくれたら、シングル IT とかのターゲット取ってくれて、ロイちゃんターゲット取られたら、クロークみたいに、透明になったりできないんで、ブーメラン使わされること多かったんですけど、その、ラッシーでターゲット取ってくれたら、ちょっとフリーズも遅らせれるし、ワンチャンその間にシングル IT 折れたりして、ブーメランも温存できたりするし、ロイちゃんとラッシーの相性も良くて、で、ユニコーンとそのクイーンの相性も良くて、ヒーロー2体とも結構活かすことができる、割り振りだなと思って、でこれは前の、僕の編成と結構違うとこですね。はい。で、もう2本目のリプレイに入っちゃってるんですけど、2本目はこれ、ライトラで、タウンホール向かうかなと思ったら向かわなくて、で、この時、ボマー、逸れちゃったんですよね、ちょっと。ボマー使う理由も後で説明するんですけど、ボマーが逸れたけど、ここで慌ててね、変に呪文を打ったりせずに、ロイちゃんが残してて、ロイちゃんで、フリーズとレイジで、ラッシーもいるんでね、結構、簡単にタウンホールが落ちるんですよ。ロイちゃんにユニコーンつけてる時より。なんで、こう、ロイちゃんで、もしタウンホールをボマーで逸れてしまっても、ロイちゃん残してたら、まあ、ほぼほぼ煮干しは取れるっていう、
感じでロイちゃん使えるんで結構強いですね。本当にね、回廊も全部裏からじゃないわ、回廊もその全部ボマーで攻めるんですよね。なんで僕もその本家に習ってボマーで回廊を攻めてます。でもね、まだ結構ね、それるの結構怖かったりするんですけど、これもちょっとそれちゃったんですけどね、今回もロイちゃんでタウンホールまで持ってくって感じですね。でもね、ボマー使うメリットなんですけど、そう、さっきちょっと話したボマー使うメリットは、ボマーって突撃艦と比べてヒットポイントが2000以上ある上に、その突撃艦ってタウンホールに向かっていく、その直線上のある施設に、まあなんか後ろのプロペラでちょこっとダメージ加えるぐらいなんですけど、ボマーは毎秒700あるんですよ。で、ヒットポイントも6500だったかなぐらいあって、もう結構ライドラのその盾になってくれるんですよね、これが。なんでライドラはまあ8体増やしたっていうのもあるんでしょうけど、そっちのボマーのあれで後半伸びるっていうことがマジでめちゃくちゃ多いんですよね、前の編成より。なんで結構回廊でも、まあ、ボマーしっかりカットして、まあ最悪それた時用にロイちゃん取っとけば、回廊でもね、ボマーで攻めるのは結構安定します。これ最後のリプレイなんですけど、最後はこの可動配置みたいな感じで、で今回これ裏から行くんですけど、これもボマーで行くんですよ。でこういう可動配置攻めるときはタウンホール周り、タウンホールのところまで、まあボマーは多分あんま伸びることはないんで、そのタウンホールをヒーローとかロイちゃんで落とすように呪文をこっちのライドラにあんまり使わないように攻めるっていう感じのね、まあ、これ今回ちょっとボマーをちょっとそれるの怖くて結構削れてから出してますけど、でここからヒーローが6時から9時の方に歩いていって、バーキンとね、アチャクイで、まあ、援軍こう釣り出しちゃうんですけど、でこう大砲が横打ちされて投石にライドラが向かわなくなったのを見て、6時から、ロイちゃん出してますね。ここでヒーラー、クイーンが横打ちされてるんですけど、それを投石ロイちゃんでカットして、まだ呪文結構残ってるんで、ここで呪文を使って、で、援軍をバルーンベビドラにしたのは、このタウンホールがね、今、タウンホール14ポイズンが出て、ライドラが結構きついんですよね。んで、もうタウンホールを落とすことだけに集中したバルーンベビーで、あと、まあ、タウンホールはそばに置いてるヒーローとソラスケ、タウンホールの周りになったらライドラ結構そっち寄っちゃって、でその間に他の施設から撃たれてお亡くなりになるっていうことがね結構多かったんで、バルーン使ったら防衛施設一直線に行くじゃないですか。なんでそういった意味でこの多分援軍は、まあ、バルーンベビーなんじゃないかなっていうふうに思います。まあデメリットっていうか、その注意しなきゃいけないポイントが一個だけあって、で、それは、ま、何かっていうと、回収ユニットが、もうほぼほぼいないんで、前はね、スパガゴとかで回収できたんですけど、今回のこの編成に限っては、もう、ベビドラも、1体しかいないし、で、援軍のその、ボマーの中に入ってる、ベビドラ1体ぐらいかな、とは。あと、なんで、その、角に大工とか残ったら結構時間との勝負になるとこがあるんで、そこさえ気をつけたら、いかがだったでしょうか。今回は、グローバルランク上位のブラックゼロさんの編成を真似して、攻めたレジェンドマルチのね、まあ、解説をしてみました。良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと不定期でレジェンドマルチの配信とかもやってるので、良ければそちらの方も、ぜひお越しください。それでは、今日の動画はここまでになります。ありがとうございました。